産業でいきなりさ、今から会議行って業務メール、仕事はもう3年くらいやる気ないから帰りたい。いやいや会議出たら隣の席かわいい新入社員がぜんやる気出てきた。たくさんいいとこ見せなくちゃ。でもやはり今の僕はクズになった。僕には上司の言うことも部下の言うことも何も意味わからなくてさ、別に意見求められてないけど、横にいる彼女の気引きたい。だからノープラン出て手を開けて、ただ反対だけしたよ。僕のせいで会議長引いた。すると彼女ぼそっと、ありえない、そう頑固を鋭く吐き捨てられた。僕は振られたんだ。